関西各地で歓喜に沸く阪神ファン。今のお気持ち聞かせてください。ほっとしてます。花丸で終わるチャンスをもらったっていうことでよかったって思いながら見守りましたけど、はい、死にそうでした、青柳晃洋投手にお会いされたらお母さんとしてどんな言葉をかけたいですか？お疲れ様、それだけです。多分見てたら怒られると思います。あっちこっち出るんやないって言われるんじゃないかなと思いますけど、まあ、これはたまたまなので声をありがとう。